なぜ本場ポルトガルからカステラ職人が日本に？彼の住む場所は古都京都。お、久しぶりだね。座んの座ってあっちも来んの、はい、あっちも来んの、うん、京都の文化にはまだ慣れていないよう。敷居踏んじゃった。もうちょっと下がって。もうしもうよな。静かでいいところですよ。